その時はそうなると思ってやってたわけではないが、結果として人の気持ちを瞬間的にどうやってつかめばいいのかという訓練にもなっていた。どのように人の気持ちを動かし、どのように自分のことを理解し気に入ってもらうか、これはガクトの音楽活動、しいてはガクトの在り方にもつながっている。ファンを作るということにおいて大事にしているのは、ファンのための音楽をやるのではなく、またファンのためのガクトでいるわけでもないということ。ガクトの音楽を追求し、ガクトがガクトであることでファンに喜んでもらうという考え方。もちろん先の50人の女の子たちをはじめ、ファンのみんなの支えがあって初めてアーティストガクトがいる。アーティストというガクトだけではなく、ガクトの生き方を応援してくれているファンや、僕という人間丸ごとのファンもいる。だからガクトの生き方を貫くことが、ファンのみんなに夢を与えることにもつながる。